闇の子供たちは、両石実の小説。2002年に解放出版社から発売。2004年には、幻冬社から文庫版も発売されている。これを原作とする日本映画も制作された。タイで行われている、臓器移植を目的とした、幼い子供たちの人身売買や幼児売買春を描いた、社会派の作品。内容はあくまでフィクションである。 舞台はタイ。ヤイルーンは8歳の時に、実も親に売られて、タイ北部の貧しい山岳地帯の村からバンコクに、連れて行かれた。両親は娘を売った金で冷蔵庫とテレビを手に入れる。ヤイルーンは、日本や欧米などの世界中の富裕層が集まる、売春宿に連れて行かれ、大人たちの性的玩具にされていた。1年後、エイズを発症したヤイルーンは、 商品としての価値をなくし食事も与えられず、ゴミ袋に入れられ、処理場に捨てられた。そして、ヤイルーンが売られた。その2年後、今度は8歳になった妹のセンラーが、バイシュニアドに売られていった。タイに駐留していた、日本の新聞記者、南部広行らが事件を追う。2008年8月2日公開。PG-12 指定。 第43回カルロビーバリ国際映画祭正式招待作品財団法人日本ユニセフ協会コードプロジェクト推進協議会推薦万国国際映画祭に出品を予定されていたが主催者側がタイ国内での無許可での撮影内容が観光促進にふさわしくないタイの安部を強調四国のイメージを損なう子供の人身売買をテーマとすることは 認められないなどの理由で、上映中止となった。これに対し、坂本淳次監督は、タイ人の意見、批評、感想を聞きたかったとコメントした。無許可撮影との指摘については、タイ美共同制作という形をとっていると否定した。現在、子供虐待のシーンなどをカットするなど、タイの検閲を通る、要再編集することで、タイ国内での上映を目指している。 この作品はこれまで、各祭と似て、幼児の人身売買、売春というショッキングな真実を描いた、ノンフィクション映画と宣伝されてきた。その影響もあったためか、ネット上に書き込まれた映画の感想には、ノンフィクションであることを前提としたものが少なくない。ノンフィクション映画という宣伝に対し、不正な心臓移植を、大国内では、法的にはできないことへの指摘や、 事実と日本人への誤解を生むというネット上での反発が出るなどした。これらの指摘や反応について映画の PR をしている落車の担当者は全てフィクションとしてしまうと他の国の関係ない話と受け取られる恐れがあると考えました。売買集は実際にあるため身近にある問題として感じて欲しかったことがあります。と述べた。この騒動の末、 諸国での水面下での臓器売買の事実は取り沙汰されないままにその後のほとんどの宣伝素材ではノンフィクションの文字を削られることとなった本作に取材協力をした大阪大学医学部附属病院移植医療部の副島京エラはフィクションの部分として子供の心臓移植について日本人がタイで 心臓移植を受けた例はないこと、他の子供の生命を奪っても、自分の子供の生存を願う両親は存在しないことを挙げた。また、心臓移植には8人のエキスパートが必要なことから、機密保持の困難さ、量刑の重さから、不正な心臓移植自体の収益性に疑問を示している。闇の子供たちに、大国内において敏感な、 自動売春に関する内容が含まれていることに気がついた主催者が2008年9月23日に開催されたバンコク国際映画祭に当初出品予定だった闇の子供たちの上映中止が20日に報道され開催時に中止が発表された経緯開催のおよそ1ヶ月前スポンサーや大国政府観光庁の影響を受けない先行委員たちが 闇の子供たちを選抜し、他の二つの大国内で撮影した、ソイ・カウボーイ、サニー・ザ・エレファントと共に、メイド・イン・タイランド部門にノミネートしたが、開幕の数日前になって主催者側が態度を翻した。大映画、アタックナンバーハーフの監督で、映画祭の芸術監督を務めるヨンュット、トーン・ゴーン・トゥンは、映画監督としての立場から言えば、この作品が、 面白く、極めてよくできていることは認める。しかし観客が映画から正しくメッセージを汲み取れるかはわからない。厄介な問題が起こるかもしれないと話した。開幕翌日の記者会見で、坂本は主催者が説明した上映中止の理由について、観光のイメージアップにふさわしくないという話や、子供の人身売買は認められないといった理由を聞いたと述べた。 撮影許可の有無映画祭の運営委員長である、ジャールーク・ガンジャールークは、撮影が、大国立映画協会に、無断で行われたと主張している。上映中止が報道された9月20日の、バンコク・ポストによれば、闇の子供たちの監督、坂本淳二とプロデューサーなどが、2007年早くに、外国企業の撮影許可を管理、監督する。 タイ国家映画映像委員会に撮影許可申請した際、吐き気がするような不快なシーンがあるため不許可になった。坂本らは、その後、タイの合弁事業会社に加わり、撮影を開始することが可能になった。坂本は、以前ドイツの映画クルーが、同じテーマで撮影を試みた際、地元マフィアに銃で襲われ妨害されたことを知り、 背筋が凍ったが、タイでのロケにこだわったと、自身と作品の意図を説明した。また一方で、一部の議論を読んだ描写については、タイ人のキャストにも、作品意図を説明し、理解してくれる俳優だけを選び、日本の俳優、タイ人の俳優と、どう表現するかについて、議論を重ね、日本の俳優も、タイの俳優も納得して、全部分かったという返答がないと、 撮影には入らなかったなどと説明している。高橋正宏、感情模索、ファミレス現象に厳滅、東京の輝き機へ移る関心、朝日新聞2008年1月8日付長官、第13番、第28面。映画、闇の子供たち公式サイト映画、闇の子供たちタイで上映不許可、無許可撮影。 産経新聞2008年9月22日、AB 坂本淳次上映中止に、残念の一言イコール、闇の子供たちの坂本監督対治時事通信、2008年9月24日。対、闇の子供たち上映中止、坂本監督、本当に残念毎日新聞2008年9月24日、AB、少女から生きたまま心臓移植映画、闇の子供たちの問題。 PRJ キャストニュース2008年9月24日福島は企画の進展とともにシマリオが書き換わる過程に触れることができた福島の関わったセリフに前提として自分の子供がタイの正規ルートで心臓移植手術を受けると信じている父親が石油じゃないんだぜよその国に頼るなんて俺だってしたくなかったよと話すものがある 闇の子供たちが映す、臓器移植の課題、大阪大学医学部附属病院移植医療部服、島京エラさん、後編、日経 BP 社、2008年8月11日服、島京医、闇の子供たちが映す、臓器移植の課題、大阪大学医学部附属病院移植医療部服、島京エラさん、後編、日経 BP 社、2008年8月11日、 A.B. フィルムショットリガリー、バンコクポスト2008年9月25日、人身売買描いた、闇の子供たち、バンコク映画祭で、上映中止読売新聞2008年9月20日付2008年9月28日、閲覧 A.B. トゥーダーク、ツーシー、バンコクポストコンリズディーチョ2008年9月20日、A.B.C. 隊の人身売買、臓器売買描く、闇の子供たち、 バンコク映画祭で、上映中止 AFP2008 年9月25日、ホワイフィルムインタイランド。ファーストアプルーバルフォーフィルミングエフィシエントガバメント、プロシージャーズの項目対外無償2008年9月28日、閲覧 AB、闇の子供たち、坂本淳次監督深く重い現実、切り込む 3K ニュース2008年8月1日闇の子供たち、 坂本淳二監督インタビュー映画 .com 2008年7月30日関係者も驚きの大ヒット作闇の子供たち監督が撮影秘話を告白ハリウッドチャンネル2008年9月1日ありがとうございます